YouTube なぜかですね経営者にめちゃめちゃ嫌われる人っていますよねその反面なぜか上の人にだけはめちゃめちゃ好かれる人っていう風に言いますよねこの2つのタイプって一体何でどんな特徴があるんでしょうかまあ、できればですね上の人に好かれる人の方が基本的には得ですよねじゃあその得な方になりたいはずなのでその5選僕の方でピックアップしてみたのでぜひ見ていきましょうというわけで久保田の相撲のアンテナ まずですね一つ目の特徴なんですけどこれ結構多いんですけど自分の言葉で喋ってない人ってのはめちゃめちゃいるんですよこれどういうことかっていうとなんかどこかで聞いたような言葉ばっかり喋ってるなみたいな人っていうのは基本的に一発で見抜かれますなんでかっていうとその言葉とかその概念その喋り方は 俺はすでになんか本で読んだことがあるなみたいなことばっかり言ってる人っていますよねこれってめちゃめちゃ話してて面白くないわけですよなのでわざわざこの人と話す時間って意味あるんだっけとかっていう風にどうしても思っちゃいますし自分の言葉で喋ってないっていうのはすごいダイレクトにわかるのでその時点でシャッターがガラガラって落ちてなんか急に忙しいふりをして去っていくみたいな、まあ、基本的に経営しちってみんな忙しいんですけどえっと忙しいふりをして去っていくみたいな ことになりがちですこれ面接とかでやってもそうでなんか面接とかでありきたりなですねなんかセリフとかを用意してそれで喋ってるみたいな人っていうのはいやこれ明らかになんかセリフで喋ってるよねみたいなのってすぐ分かっちゃうので自分の言葉でしゃべるっていうのがすごい大事ですで2つ目自分が好きと言った内容について聞いてみたけどめちゃめちゃ浅いことしか言わないっていう人っていうのが結構いてこれどういうことかっていうとまあ、これも本当に面接とかでよくあるんですけど「どんなものが好きですか?」とかってふうに聞いてみてですね「なんとかです」とかね例えば音楽だったら何とか好きですとかっていうふうに言ったとして何で好きなんですかっていうふうに言った時にその理由 を最初からだいたいなんかなんか想定しながら聞いてるわけですよねその想定を裏切ってこないケースっていうのってあ このの人人は多分っっって言っててて言るるに対して深掘る習慣っていうのがないんだなっていう風に大体の人は評価しますこれどういうことかっていうと「好き」って言ってるのにもかかわらずそのことについてめちゃめちゃ浅いことしか言わないじゃんっていうのって多分大して好きじゃないんだろうし好きなものを例えば仕事として任せた時にこれ好きだって言ってたからじゃあこの仕事やらせてみようみたいな感じでこう任せた時に大して深掘らないってことは好きなものでも深掘らないのに嫌いなものだったら絶対深掘らないどころか めちゃめちゃ浅いところでずっとやって不満ばっかり言いそうじゃないですかそういう人っていうのは一緒に仕事しても絶対面白くないんですよなのでこれ好きですっていうふうに言った時っていうのはなんで好きなのって大体聞かれるんですよね でこうこうこうだから好きでみたいな本当に好きなものって止まらなくなるぐらい好きなわけですよこうで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 こん,なこ,とがあってこんなことがあってこんな歴史があってこんな話があってこんな感動エピソードがあってだから僕はめっちゃ好きなんですよ今度一緒に行きましょうよみたいな感じでもうめちゃめちゃ盛り上がるわけですねなので好きっていうことはどういうことなのかっていうのを自分に問うてる必要があるで好きっていうふうに言ったってことはその好きなものに対する説明責任を負ってるじゃないですけど そのぐらいのなんていうか覚悟が実は必要なわけですね。で3つ目、運が悪いと発言している。これはですね、僕だけじゃなくて全員の経営者がそういうふうに言ってしまう人っていうのは基本的にもう嫌いになります。なんでかっていうと運が悪いって言ってる人っていうのは自分のせいじゃないっていうふうに思ってる人なんですよ。運が悪いっていうふうに言ってる人っていうのは自分のせいじゃなくて世の中が悪いから俺は運が悪いんだ。 今の自分のポジションっていうのは決して自分のせいではなくて誰かのせいなんだっていうふうに言っているっていうふうに解釈するわけですね。基本的にほぼ鉄則なので、ぜひ言葉は言霊なので絶対に変えた方がいいと思います。運がめちゃめちゃいいっていうふうに。 もう自分をからかしてでも俺の運は最強にいいっていうふうに言い続けて実際にそういうふうに考えるようにしましょうで何か問題が起きたとしたらそれは自分のせいだっていうふうに思った方がいいんですねそれが実は4番目で多席傾向にににある人っていうのも基本的に経営者に嫌われまなんでかっていうとこれも全く一緒の理屈で一緒に仕事をした時に何か問題があったあすいません自分のせいですなのでこう今度はこういうふうに改善しますっていうふうに言ってくる人っていうのはチームとしてどん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 強くなるじゃないですか ななんでですすけどこれは自分のせいいじゃないです、えー、と誰々が、えー、とこういうふうに言ったんで自分はこういうふうにやっただけで別に自分が悪いわけじゃないんですみたいなことを言うとそれっていちいちなんか分散して面倒くさいですよね。ってことはじゃあお前はそうなのかって言ってその人もですね「いや俺のせいじゃなくて俺,に俺はあの人にはこういうふうに言ったんですけどこうだったんで」みたいな感じでこう止まらないじゃないですか。 基本的にその経営者って限られた時間の中で決断を1000回2000回3000回1万回とか何回もやらないといけないんでその時に多席傾向がある人が1人でもいると組織って普通に崩壊しますし決断のスピードが遅くなっちゃうんですよねあこういう風に言ってるからそうなのかなという風にやってみるといやいやそれ全然違いますよみたいな話になっちゃうととっても大変なので多石傾向がある人っていうのは基本的に嫌われます5つ目お世辞を言う人っていうのも基本的に嫌われるんですよ。よなんでかっっっててううと言人さっきの で言った自分が好きって言った内容について聞いてみたけどめちゃめちゃ浅いことしか言わないっていうのと一緒で例えばですねよくインフルエンサーとかの人に「いつも Twitter 見てます」とか「いつもなんとか見てます」とかっていう風に言う人っているんですけどそこについて「あそうなのありがとうございます」とかっていう風に言ってその後聞いてみるとそのと 話がめちゃめちちゃゃ浅いっっててことってあるんですよね例えば本を出している経営者って結構多いんですけどその本読みましたとかっていう風に言ってその本について「ああの,あの時実はこうで」みたいな話をした時にちょっと反応が遅いとか目が動いたとかもうそういうのって実はもう経営者って基本的に見抜いてるんですよね。なのでそういうお世辞みたいなことはむしろ言わない方がよくてそれよりも例えば本を読んだんであれば 本を読んだっていうことを読みましたっていう形で言う必要は全くなくてあの本に書いてあったここの一節が気になるなっていうことは思っておいてなんかその会話をした時にその一節を取り出してそこから読んでいたことを前提にして会話をするっていうことの方がよっぽど早いんですよ。 なんか最初に読みましたって言われてもあまたそこのパターンかっていうふうに大体の人ってやっぱり思うんですよねなんですけどこの本の一節でこう書いてあったから今この話をしてるんだなっていうような会話のキャッチボールとかがあるとあこの人は本当に読んでくれててしかも深く理解してくれててなんか会話しててすごい楽しいなみたいなふうになりやすいですなので経営者に嫌われる人の特徴「5選」っていうのは一つ目自分の言葉で喋ってないなのでもっと本音で自分の言葉で喋れるようにしましょう 2つ目自分が好きといった内容について聞いてみたけどめちゃめちゃ浅いことしか言わないっていうのはやめて自分が好きなものについてはめちゃめちゃ深いところまで喋れるようにしましょう。で好きになるっていうのって実はこれ習慣なんですよ。なんか私好きなものって何もないんですとか私関心があるものって何もないんですっていう人って意外といて人を好きになったこともないですみたいな人もいるんですけど好きっていうのは自分を最初ダマくらかしてでもあこれ超好きかもっていうふうに思い込んでいく 積極性みたいのが実は必要で好きにななるたためのもうほぼ訓練みたいなことっていうふうに考えるときにめちゃくちゃ深いところを掘り下げていく訓練だっていうふうに思っていっぱいそれについて調べたりいろんな角度でそのことを調べ直すみたいな習慣が必要です。3つ目運が悪いっても絶対言わないようにしましょう運がいい運がいいっていうふうに基本的に言い続けてあ俺めっちゃ運がいいな私めっちゃ運がいいなっていうふうに言い続けるようにしましょう。 で4つ目が多席傾向はやめて実績傾向何かあったら自分が悪いっていう,うにまにまず思うようにしましょう。 で5つ目はお世辞とかっていうのって基本的にすぐ見抜かれてしまうのでそういうことはむしろやめて自分が本当に相手のことを尊敬しているんであればその尊敬していることを別の形でちゃんと伝えるようにしましょうというわけで経営者に嫌われる人ではなくて経営者とかにすごい好かれるような人になるために是非頑張ってみてください今回ですねやってみた中で動画の中でですねここら辺はここに残ったなとかこのこ辺自分でもやってみようかなというふうに思ったことは是非コメント欄に書いてみてください また高評価ボタンお願いしますそしてチャンネル登録とぜひお願いします動画を見逃してしまうかもしれないので気をつけてくださいというわけでマーケティングって本当に面白いですねさよならさよならさよなら